FPS バトルロイヤルゲーム Apex Legends をプレイしていきたいと思います。というわけで今回もこちらの方にお越しいただきましたよ。こんばんは、竹雄です。今年の目標はクロミちゃんより可愛くなることです。よろしくお願いします。なんだってー、お願いします。聞こえます。クロミちゃんより可愛くというのは具体的にどういう風にしていくんですか？そうですね、やっぱりまずクロミちゃんって見た目が可愛いじゃないですか。可愛いです、はい、なのでその見た目から超えていこうかなと。どこに可愛い要素が？ここですよ、ここ。あ、そのピンクの部分、ここ髪の毛が見えますか？ちょっとモニター、あで毛先がピンクになっていて。ピンクなんですよ。ちょっと可愛いですね、うん、あ、確かにこれで超えました。まだ超えてない、まだ超えてない、まだ超えてないやっぱでもクロミちゃんの可愛さ、あの性格にもあると思うので。うん、確かにクロミノートとかね、竹尾ノートもちょっと今日からつけていこうかなと思って。つけてってください、はい、つけます。ぜひぜひ。というわけで、でもね、本当竹尾さんは、はい、ね、トレーナーとしてよく来ていただいてるんです、うん、もうほぼもう準レギュラーみたいなもんですよね。そう言っていただけたらそうなのかもしれないです。ただ自分ではちょっとまだ思えてないですけど。なんかもう割とよく見てる気がするんですけど。本当ですか？はい、あ、もう認められてめっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ちなみにね、今日も FPS やるんですけれども、ユミチは FPS はどうなの？全然やったことないです。やってもスマホでちょっと遊んだりっていうぐらい。あ、なるほど。なので補正かかったやつだ。はい、なので今回これをやるっていうことで、はい、練習して、ちょっとだけ。あー、偉い、やる気が変わる。トレーナーどうですか、このやる気？めちゃくちゃ偉いですよ。偉いですよね。やっぱ練習量はもうすべて出るんで、はい、あ、そうなんですね。練習量がすべてです。はい、練習量がすべて、この後の結果がすべてってことですね、はい、ちょっとトレーナー厳しい目ですがまあね、改めてではありますけれども、はい、Apex Legends のね、こちらゲームについてご紹介していきたいと思います。はい、基本プレイ無料のバトルロイヤルゲームになっておりまして、3人1チームの全20チーム合計60人で徐々に狭くなるフィールドを探索しながら、アイテムを回収しつつ敵チームを倒し、最後の1チームを目指すゲームになっております。で、昨日アップデートされたシーズン5では新キャラや新要素が追加されるなど、今ね、注目度の高い FPS ゲームになっております。はい、うんうん、というわけでね、前回と前々回と竹尾さんを加えたゲットチームでプレイしていきましたが、戦績についておさらいしていきましょう。はい、はい、ですね、前々回は竹尾さんとあと竹さんがゲストに来た回ですね、うん、はいはい、そしてカナシーとカオリンが交互にやりました。それの1回戦目は9位2キルで、2回目は8位4キル、うん、前回、竹尾さんと私とカオリンでやった3回戦目は3位0キルになっておりましてね、銃声を怖がるカオリさんと、うん、あ、トレーナーの言うことをたまに聞かない山本さんが印象的でした、うん、え、はい、私いつも竹尾トレーナーの言いなりですよ。いや、僕の印象ではたまにどころか全く聞いてないっていう感じなんですけどね。ちょっとこれは意見の相違だ。あれ、トレーナーですもの、私たちの、はい、もう言うことを聞いて。そうなんですが、ちょっと録画を見てもらいたいですね、残ってるんで。アーカイブでチェック。でも分からない、私やっぱり、はい、突撃したくなってしまう、走り出したくなってしまう、いたずらしたくなってしまうっていう気持ちがあって、はいはい、あ、なるほどですね。ちょっとその辺じゃ出てしまったかもしれない、うん、二重人格的な今の人格では覚えてないけどみたいな感じですか。覚えてないですね、まあ、言うこと聞いてるつもりだったけど申し訳ないですけれども、うん、あ、なるほど。じゃあしょうがないです。でもね、まあ、本番は3位でリハでは1位だったわけで。そうなんですよ、すごい、結構いいチームだったんですよ。もうちょっと本番に弱くてもう本当情けないです。もうまあね、もう本当悲しいんですけれども、まあ、ということで本日も竹尾トレーナーと私とユミチーによるゲットチームでオンライン対戦していきたいと思います。はい、まあ、前回は竹尾さんの格言、うん、戦わない勇気、こちらをね元にした戦略で3位まで上り詰めましたけれどもね、うん、はい、今回の目標は念願の本番で1位いけますか？まあ言うだけならただですからね頑張りましょう。言うだけならただです、まあ、本番で1位こちら目指していきたいと思います、はいはい、そしてじゃあその1位を取るため
ために今回も竹尾トレーナーによる格言ご用意していただきましたよ。いいんですか、今日も出させてもらって。竹尾ノートお願いします。はい、じゃあ竹尾ノート第1、じゃん、うん、ん、己を知れば勝つ。お、あの、解説してください。まあこれはですね、はい、自分を知って、そして状況、周りの状況も知った上で勝つということです。まあまあ簡単に言うと、自分が弱いってことを自分が弱いっていうことをちょっと理解して、はい、勝てるとこで戦いましょうっていうことです。あ、そうすれば勝てますよと。まあこれ孫子の言葉から来てるんですけど、よくあの現役時代結構本読んでて、これ参考にいろいろ頑張ってたんですけど、だからでも結局じゃ、つまり戦わないってことがいいってことですね。我々は戦わない勇気、やっぱ自分戦わない勇気っていうのは一切戦わないっていうことだったじゃないですか、はい、じゃなくて自分が勝てるとこだったら戦いましょうっていうことです。今回はちょっとステップアップです。だからなるほど、相手が背中を向けていたら、そうですそうです、頭を打ち抜いてしまえと、うん、そういうことです、そういうことです。わかりました、わかりました。じゃあ相手がこっちを向いていたら逃げましょうってことですね。まあ、それも状況によります。例えば自分の方が有利な位置とかだったら戦いましょう、あ、勝てる戦いだと思ったら戦うみたいな。わかりました。それは深刻性でいいんですか、はい、戦いますって言えばいいんですか。そうですね、一言いただければそこでどうぞって言うんで。わかりました、わかりました、はい、トレーナーの指示がないと、はい、あの動いちゃいけないんで私たち。わかりました。あ、そうなんですか、はい、はい、学びます。今日学ぶので、はい、ちょっと自分でもちょっとやってもらえれば、はい、自分でもやってもらえれば自分でしても、はい、分かりました。じゃあね、あと他に、ね、はい、初心者のユミチーでなんかこれ気をつけた方がいいよとかありますか。そうですね、やっぱ初心者だと、はい、まあ音ですよね。音もありますし、やっぱり自分のチームメイトってやっぱり一緒のチームなんで、はいはい、チームメイトとはぐれないようにするとか、あ、同じようなところで戦う、それを意識してもらえれば。わかりました、はい、トレーナーについていきます。はい、追います。トレーナーの、ナンバー2ですね。はい、わかりました、トレーナーについていきます。じゃ、それではね、竹尾トレーナーのアドバイスを聞いたところで、じゃ、ゲームプレイいきたいと思いますよ。よろしくお願いします。お願いします。やはりね、チーム戦ですので、3人それぞれどのキャラを使用するか重要になってきますよね、うん、今更、はい、今更まあ今までやってきて、あ、キャラ大事だよねってことになったんだと思います、うん、というわけで、はい、今回は竹尾さんに我々が使用するキャラって戦略的に選んでいただきましょう。はい、はい、今ゲーム画面になってますね。はい、僕が真ん中のこのキャラクター、レイス、はい、このキャラクターをいつも通り使用していこうと思います。はい、で、山本さん左側のキャラクターですねには、ライフラインという味方を回復したり、あとはダウンしている時に起こす時に、シールドをつけれたりですね、サポート寄りのキャラクターはーいなので、勝手に突っ走っちゃうと、はい、味方をサポートできないのでちゃんとサポートします、はい、サポートお願いします。サポートキャラクターですね。で、ユミチーさんが右側、はい、バンガロールっていう、はい、かっこいい軍人みたいなキャラクターなんですけど、このキャラクタースモークを投げれたりして、味方を助けるほか、はい、まあ、自分の身も守れるキャラクターになってます、はい、で、撃たれた時は足が速くなると、お、まあ、なかなかこう万能なキャラクターなので、どっちかというと、敵を倒せ役、はい、なるほど、になるので、まあ、3人でこのバランスいい今日はチームを組んだので、はい、これでやっていきましょう。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。よし、それではじゃあ三角して出撃しましょう。はい、三角押します。私にライフラインやらせて大丈夫か。大丈夫だよヒーラーだぞ。何を言うか、まあ、全ては結果で分かってくるんで最近やってて気づいたんですけど、武器しまって走る方が速く走れるんですね、はいはい、そうですそうです。あんまりでもそんなに変わんないかなとは思いま す, です、ね、いやでも私ずどん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 みんなに話されてくって思ったら、うん、武器しまって走ってなかったからだったんですよ。そんなに変わんないですよ。もあれ持ってた方が結構、いや、まあ足速いのは速いですけど、持ってた方が急に会った時に打ち合いにできるんで。あ、まあまあまあ、そうですよね、うん、あれすごい場所ね。あれ、私がいないですね、画面が。これは一人取り残されましたね。残されちゃったね。取り残されてますね、これは。キャンセル。一旦戻りま
一旦戻りましょう。まあ、遠足に行くバスになんか乗れなかったみたいな、ただそんな感じですかね。乗せてください。これもう準備完了していいですか。ちょっと待ってください、はい、一旦出ます。一旦バッチから退出します。ちゃんと乗せてあげて。うん、うん、道ですが勝手に行っちゃったんですよね。初心者だからかな。ドキドキ、はい、これで行けますか。はい、参加校します。参加校しましょう。しました。いやー、1位か。1位、本番1位。取ったらすごい嬉しいですよね、多分。大会で勝った時より多分嬉しいです。うん、だって2人のハンデを背負って、竹雄さん。そんな自分に言わないでくださいよ。そんな悲しいことを。いや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 。やっぱ気持ち大事ですからね、メンタル面は。気持ち、もう最強だみたいな。私にそういうこと言ったら突撃するんでやめてください。お、無事に入れてますね。私気持ちセーブすることを今覚えないと、はい、いけるいける。本当私を止めてみなよ。準備して、出撃時間よ。私が3です。あなたが必要なものは。わあ、緊張してきて手汗がすごい。ああ、でもやっぱ竹雄さんにレースで偵察しに行ってもらったりとかすれば、はい、そうです。任せてください、そこは。結構いけるかもしれない。バクバクしてきた。チャンピオンを紹介します。バクバク。やっぱまず最初降りるとこが大事ですね。はい、任せてください。有利な位置で。もうジャンプに定評があるんで、僕は。面白い、こんな端っこからね、下からですね。ん、じゃあ両耳しますんで、大きめな声で指示お願いします。もう今僕もめっちゃイヤホンしてるんで、自然に声がでかくなってます、多分。はい、この辺行きましょう。決めましょう。着地はここに。あ、勝手に行く。大変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 です。こんなの見たことないよ。全力で逃げてください。こんなの見たことないよ。もうやばいやばい。目の前にいますね。一旦ここに降りて、はい、あの上に飛んで、さっきのここに行きましょう。あ、わかりました。上に飛んで、そういう作戦で。じゃあ動向やめます。ここの黄色いやつに向かって、乗ると。ドンパチはいきなり始まるから。乗せてもらえないんですが。あ、乗った。乗った。じゃあこの辺にします。多分ここはもう誰もいないんで、安全に武器を集めれるんじゃないでしょうか。すごい。武器集め、これが戦略ってやつです。重要ですよね。お邪魔します。えらいですね、ちゃんと挨拶して。お邪魔します。武器が何もないです。うわ、マジ。間違って敵はいませんよ、ごめん。敵はいません。嘘つきました。え、あれって、開けていっちゃいます。紫。お、あー、銃声しますね。誰かいるんだ。割と遠そうですね。そんなに多分近くはないんで。先生大変です。はい、私はもうザンピークしか持ってません。新しい、僕もショットガンしかないんで、気をつけて。どっこいどっこいです。こんなんじゃ戦えません。よくちょっと強いショットガンなんで、これ戦えますね。ピストルしかありません、先生。探しましょう、根気よく。こん中ありそう。これはどっ、あ、間違えて押しちゃった。すごいガシャガシャやってる。あ、ここに武器がありますよ。 R301 を発見。でも、ちょっと弾ないですよね、あんま。割と弾は欲しい。え、残り1分、リングは遠くない。あ、割と、あ、武器揃えました、ちなみに。はい、
なんかあんまり使えない武器ですけど取りました。リングは遠くない。ホワイトリング近いんで、ちょっとゆっくり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 しっかり漁りましょう。リングまでもう少し。ハボックあった。ハボック強いですよ。ハボックにします。はい、どうぞ。あ、違う、ロングボウじゃない。こっち側に次行かないといけないんですよ。こっちにいいものがあるかも。なんでそこら辺多分もうあんまもう全部見たんで、向こう側行きつつ装備をちょっとちょろちょろっと取っていきましょう。集合。はい、集まれ。あれどこだ、見失った。あれこっちにある。あ、はい、見かけたら伝えて。うわ、えらい、ちゃんと来てる。もちろんです、トム先生。あんま来ないことをあれしてたんですけど、想定。あれ合ってます。私めっちゃ離れてる。すごいとこ行ける。めっちゃ離れてます。あ、ここ開けません。無理ですか。開けます。開けましょう。じゃあ私開けます。開けます。お、R99。すごいやつ。いいじゃないですか。わ、強いの拾った。ケアパッケージ。これ弾もらっていいですか。中にはお宝がいっぱいよ。あ、ごめんなさい、いっぱい取っちゃった。弾取られちゃった。弾あげます。じゃあちょっとこれ今拾った分あげます。あ、ありがとうございます。あれ、あ、ありがとうございます。よっしゃ、行きましょう。はい、ちょっともう12じゃん。もう何もしないですよ、まだ。いや、このままこのまま行きたい。なんならこれ1位取れちゃうかもしれない。なんならこのまま行かせてくれ。できるだけ戦わない勇気。こっちを探索しましょう。お、この辺空いてないんで。修正したな。キルリーダー。修正は修正できましょう。はい、あ、間違えて拾っちゃった。オレンジと。わ、なんか強そうな武器ありますよ。イエーイ、ラッキー。あんま強くないやつでした。弾大丈夫ですか、皆さん。はい。シルケンいらない。実はあんま弾がないんですよね。あれ？わ、強いのがいっぱい落ちてる。確定しました。新しいキルリーダーね。気をつけて。うん、ここ。ここアンチ内入ってるんで、一旦休憩しましょう。疲れたんで。疲れた。疲れたんで。疲れたら休憩しないと、人間そんなに。そうですね。目が結構乾いてきちゃいますよね。初心者だと目が結構疲れますよ。なんか結構追いかけないといけないじゃないですか。はい、横にこう移動してたりするんで、まず目から来ますよね。で次肩、腰、体が蝕んでいくんで、どんどん。助かる。あ、なんか落としてる。これいらないやつを捨ててます。すべて捨てるでいいのか。あと1分45秒で次のリングなんですけど、はい、どっちに。敵が多分周りに全然いないんですよ。はい、多分結構もう減ってるんで、9部隊までなってるんで、しばらくちょっとこれ敵と合わないかもしれないです。やったー。かっこいい武器持ってますね。私ですか。そうです。なんか紫がいいというのを聞いたので、トリプルテイクって書いてあります。私が無言、めっちゃ真面目にやってた。すんげー集中しましたよ今。ビッコレイ。敵じゃないですよ、今の味方ですよ。敵かと思ったんですよ。あ、なんか銃声しません、気のせい。してないかな。してない。左。あ、呼べるよ。こんにちは。誕生日プレゼントを取りに来な。急にテンション高いですね、ウルト使うとき。ひどい。静かにしてんのかうるさくしてんのかわかんない。紫アーマー持ってるんで、これ買っちゃったかもしれない。あ、紫やったね。2人目だ。あ、スナイパー4倍。え、これ勝っちゃっていいんですか、そもそも。4倍。このままこのままどうかお願いします。
勝ったら賞金出るって聞いてるんですけど、3億ぐらい。え、本当ですか？1億ずつ。そうですね、3等分なんで。え、やった。これ世界大会じゃないですか。こんにちはこんにちはこんにちは。楽しそうですね、今の。ラウンド2。あ、なんかその中に行くのは大丈夫です。が今回も結構近いですけど、ちょっとこのアンチギリギリのとこだと微妙なんで、この辺ちょっとも早めに取りきましょう。あ、開いてないから全然誰も通ってないですね。行きましょう、はい、開けましょう。やったー、ゴーゴー、ゴーゴー。あ、パカッとね。お、いいんじゃない。まあ、私カバンいっぱいなんで取れないんですよ、はい。カバン結構空いてますよ。あ、ここにヘラあります。注射器、ヘルメットを発見。レベル2ね。いただ、あ、レベル2も使ってたわ。 3の人誰だ。レベル、あ、私です。レベル2のヘルメット取ったら、これあげます。それどこですか、どこに。あ、これだ、ありがとうございます。あ、すでに装備中。あ、じゃあ持ってました、持ってましたね。この辺の家がいいかもしれないですね。次は家ですね。家、わかりました。家選びってすごい重要なんで、人生においてもゲームにおいても家って重要なんでそこはちょっと大事にしましょう。私は見たかもしれません、はい、あっちに敵がいるの。いや、多分見てません。それは見なかったことにしましょう。なので、なんでですか。慎重に行きましょうよ。多分こっちのこと見てないから見つからないように行けばいい。多分この辺も結構余ってるんで、多分誰も来てないですね。上とか、上行っちゃうとやばいですかね。え、ちょっと私は上は、いや、上大丈夫ですよ、そこ多分。いや、もうじっとしてよ割とこの辺は多分安全です。いやー、ほらほら、じめ、あー、なになになに。うるさいよ、恐竜。なんだこれ、怒ってやがる。この辺の家いいんじゃないですか。なんか強そうですよ。バックパックでっかいのないかな。でもバックパック欲しいです、でっかいの。1しかないんです、レベル。もう4部隊しかいないですけど大丈夫これ。やったー、ここも何も面白いかもしれないすいません、負けること期待してる人、皆さん。誰誰誰、はい、すでにリング内よ。ここ多分ギリアンチですね。大丈夫ですか、閉めとこよ。これ敵と出会わないかもしれない。お願い、そうであって。詰まってきてる、大丈夫。山本さん、こらえますよ。今のは取り消して、医療キットを発見。残された部隊は2つだけ。ケアパッケージ接近中、中にはお宝がいっぱいよ。ニンジーさん、ここ回復ありますよ、回復。医療キットを発見。ここあげます。あ、やばい、もうちょっとこっち来ないと。あ、やばい、そっち行かないと出れなくなっちゃう。大丈夫です。もう3部隊しかいないですよ。これ、勝っちゃったかもしれない、本当に。このまま、このままでいさせて。わ、次も入ってそう。入ってない。キルリーダー、時間どこか。もうどっかで多分これ最後の舞台。戦ってる戦ってる。行きません、これ。じゃあ行きます行きます。いやいや、ちょっと待って待って待って、やめてください。本当に本当に本当に、そんなことしないでください。なんでですか。これあと2舞台じゃないですか、僕ら覗いたら。いや、だからあと1舞台になるまで待って、今戦ってる音してたから。いいじゃんいいじゃん。戦ってるんで、逆に僕らが行けばこれめっちゃ有利なんですよ。いやいやいや、信じてください。ちなみにこれどの辺ですか、場所。ちょっと私は初心者なんで、そっとしておこうかな。どこですか。あ、じゃあ、あの、こっちの方で戦ってんだと思いますよ。わ、じゃあ行きましょう。いやいや、でも待ちましょう、マジですか、やめましょう。ちょっと近づいていきましょう。じゃあ今の忘れてください、先生。忘れられません。今、シグナル取り消しましたよ。忘れましょう。記憶力いいんで。いや、いや、やめた方がいい、絶対やめた方がいい。本当に本当に。あ、じゃあここ行きましょう、ここ。ここ取りましょう。一旦ここで。あ、残り2部隊。あー、怖い怖い怖い。あれ、もうなんか銃声しなかったですけどね。一瞬して消えたんですよ。隠れてる。だから、やだよ。あとこれ最後ですね。山本、最初にここで隠れてました。私たちはここにいよう。ここにいましょう。なんか違うとこいる俺と。ここで。
あいつはおとりだ。私とここにいよ、ゆみち。俺がおとりなの？そうしましょう。私俺おとり？一応見張っとき、くるくる見てます、ね、家の中にいるんだよ、家の中に。静かに隠れて、多分来るのを待ってるんですよ。この家の中にいたよね。なに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 、めっちゃ指示出てる、いろんな人から。ポーチの近くってどれ？ここです、ここ。ここ、あー、トレーナーの近くね。この家の中。あ、これで、ここに、そう、青アーマーがあるんですよ。いや、レベル2ね。ユミチーさん、これもう一個強いアーマーなんで、これ取ったら若干ダメージを軽減してくれます。私が、あれ、どこですか？どこ？私が今、これ。ボディシールドを発見。レベル2。呼んだら怒りますか？怒ります。あ、なるほど、ありがとうございます。強くなりました。あ、え、これリングどこに行けばいいですか？ここ大丈夫ですか？ここ入ってるんで。一旦ここにいましょう。聞こえる？ケアパッケージが投下されたわ。これ。呼んじゃダメですか？勝っちゃう。お願い、もうこのまま勝たせてください。離れてるじゃないですか、ちょっと。私がだからここにいるよーみたいな感じで呼んじゃダメですか？あ、おとりするってことですか、自分で。もしかして。来ます？誕生日プレゼント取りに来ない。うわ、呼んでる。え、本当ですか？ちょっと山本さんから一番、山本さんから一番遠いところにいよう。これを取りに来る、きっと敵が、はいはい、あ、敵？敵にあげるのそれ。めっちゃ入ってる、次もリングに入ってない仲間がいるわ。あ、有利じゃないですか、めっちゃ。え、残り、あ、あれ、え、一応、あれ、私と、私たちと、あともう一部隊ですよ。もう3分前ぐらいからそうですよ。そうですよ。あれ、びっくりした、びっくりした。3、4分ぐらい前からそうですよ。じゃあ私取りに行くんで、ちょっと撃たれるのを見ててください。このままでいようって。はい、じゃあ見てます。あれ、撃たれないですね。いや、多分こっちだと思うんですけどね。なんですかね。こっちを探索しましょう。そう、多分そうなんですよ。多分出てくると思う。あ、ごめんなさい。え、向こうも開けて、閉め開け待ってるんですかね、向こうも。多分向こうもこっちの場所が分かってないと思うんで、今のでちょっとバレちゃったかもしれないですけど。こっちにいいものがあるか。すげえとこ行ってる、人いる。え、ど移動します？奔放な人が、奔放な人がいる。すごい、さっきまで一緒に隠れてたじゃないですか。な、急にラスト一人と分かったら、すごい、どんどん攻める。すごい。いや、まあ、まあ撃たれたらカバーするんで。私の命を犠牲に、ね、相手を探し出せばいいわけですよね。そういうことです。いけ、なるほど。探せ、そこで隠れてくださいね、こっち。ちょっとそこ遠いかもしれないんで、ちょっと近づきますね。行きましょう、ユンチーさん。わかりました。あの、一人暴走してる人いるんで止めに行きましょう。え、近寄ってきてないですよね。じゃあやっぱり この建物の中、あー、いたわ。本当に？いた。俺なんか撃たれてるっぽい。あの、ここにいる、ここ。あ、マジ？外にいます、外。あ、上に、一番上にもいる。一番上に2人いる。これめちゃくちゃ不利ですね。一番上に2人です。あ、ほらほら、いる。一番上ですね。いや、一番上に。分かったんです。あの、どうしたらいいですか？どうしたらいいですか？上にいますよ、上に。トレーナーどうしたらいいですか？これちょっと場所不利なんで、さっきのとこ帰りたいですね。え、もう戻っちゃうってことですか？縮まるの待った方がいいです。あ、やばいやばい。ちょっとこれまずいかもしれないです。回復中、援護お願い。でも2人だったかな。2人です。しかもハーマー持ってる。あ、やばい、ジブラルタスモークやられた。頑張れユミチ。スモークやだ、投げてるんだけど、あ、無理だ。上に刺ります、上に。ユミチスモーク打って、スモークもう打ちました、打ってもうないです。お、でもユミチさん、そこ、あの、こっちが行きましょう、こっち側。ここへ行くべき。ちょっと回復します。まず回復して、その後銃を向けられてる。あ、やばい、すごい撃たれ、上取られてるからな。でも相手次、アンチ街なんで、これ来るしかないんですよね。場所分かったんで、
どっかなんか強めの高いところを取ればこれ勝てますよ。今ちょっと回復中です。どうしよう、ここにしましょう。多分ここめっちゃ強いです。そこに行けば、でも行く途中で撃たれないかな。シールドも回復できる？シールドの回復ってどうやってやるんですか？左の十字キーで、おお動いた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 。今もうここで、今ここで。シールドがいる。すんげえあれしてますね、もう物理的にやってますね。持ってない持ってない。あの青いやつ持ってないんだ。持ってない青いやつ。青いやつ俺持ってるんでこっちから渡しますよ。まずじゃあこっちが来ましょう。どうしたらいいですか？こっちにいいものがあるかも。本当に行っていい？行っていい？行っていい？うん、来ちゃって大丈夫ですよ、多分。これ見えてるんで。銃じゃなくて、あ、銃にしてていいよ。あ、そっちじゃない。こっちの方がいい。うわ、多分、これます。できるだけ。リング。あ、やばい、撃たれてる撃たれてる。あれ見て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 、どこにいるどこにいる。下か。いや、見えました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 。ちょっとこれワンオンツーですね、これ。あ、でも一人しか来てないんで一発待たなかったです。くー、頑張ってください。二人か。ちょっとこれまずいかもしれないですね。すごいとこ出る弾が。すごいすごいすごい。リングでリングで。痛い痛いですよ。ちょっと人持ってる。下回られてない、気をつけてくださいね。見つかった。攻撃を受けてる。シールドをリチャージ。やめて。あ、人数外か今の。全然見えなかった。あ、でも2位か。これ実質優勝じゃないですか、2位なら。実質、もう実質。実質、実質これ優勝じゃないですか、2位って。もう1回いけるのかな。いけない。いけない。リザルト見て終了。終了。くー、悔しい。あ、終わっちゃった。はい、終了、ここまでとなります。はい、どうでしたか、成長した点、次回につなげたい反省点などございますか？そうですね、やっぱり最後、うん、3人で動いてれば勝ってたんじゃないかっていうあれがあるんですけど、まあまあまあ、そこはでも私のおかげで敵の位置分かったんで、確かに、うん、はい、ずっとじっとすいませんでした。いやいや、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、ごめんなさい。嘘です嘘です。3人で動いて、はい、隠れてればよかったですね。うん、そうですね。戦わない勇気を思い出せばよかったと思いました。そうですね、ちょっと前のを思い出すと勝ったかもしれないです、今のは。ごめんなさい、すいませんでした。まあでも2位なんで、そう、20チーム中2位ですよ。すごい、すごいですね。相当優秀。うんうんうん、嬉しい。初めてですよ、もう2位ここまで残れたの。もうこんなになんかプレイできてめっちゃ楽しかったです。うんうんうん、よかったです、楽しんでもらって、うん、はい、ね、次こそはこれを踏まえ、いろいろ踏まえてちゃんとね、うん、勝っていきたいと思います。勝ちたい。勝ちましょう。というわけで、Apex Legends はですね、プレイステーション4、Xbox One、PC にて基本プレイ無料ですので、ぜひ皆さん遊んでください。はい、というわけで、滝尾さんはここまでの出演となりますので、今回いかがでしたか？はい、もうすごい楽しかったです。ユミチーさんとは今日初めてね、はい、そうですね、一緒にやったんですけど、僕も楽しかったですし、楽しんでもらえてよかったです。めっちゃ楽しかったです。はい、よかったです、はい、それでは最後にお知らせなどあればお願いします。はい、実は、一つ発表がありまして、うん、この間発表させていただいたんですけど、今僕がプロチーム、プロの e スポーツチームっていうのを運営してます、うん、はい、ブラックバードっていうチームなんですけど、そのチームから今日一つちょっと発表がありますので、VTR をよかったら見てください。どうぞ。そうですね、今こう書いてると思うんですけど、Apex Legends、今やったゲームのプロチームの僕も部門を持ちました。おお、
今この映ってる方が、チームメンバーになります。今から3人映るんですけど、この方はディジー君という方で、今シーズン5が昨日始まったんですけど、日本人最速でプレゼターになって、すごい、実はそのパーティーが世界ランキング1位、2位、3位全部占めてるという、すごい、でメンバーが入りました。めっちゃ最強じゃないですか。いやもうこれ見たら分かるんですけど、僕の奥と全然違うんですよ。いやあのもう別のゲームに見えますね。多分今見てる人って僕らのプレー見た後だと思うんですけど、全然違いますよね。やっぱランクがありますからね、うん、そうなんですよ。私たちまだブロンズ、いやもうブロンズですらないという。あ、そっか。はい、ということで、すごい、はい、CSGO に続きまして Apex Legends のチームも戦いましたので、これから応援の方よろしくお願いします。頑張ってください。はい、というわけで竹雄さん今日もありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。というわけで以上 Apex Legends をプレイしました。はい、